今月29日のプロ野球開幕を前に、楽天モバイルパークで消防訓練が行われ、避難誘導や消火までの手順を確認しました。今日は訓練に先立ち、楽天イーグルスアンバサダーの銀次さんが一日消防署長に委嘱されました。訓練は宮城県沖を震源とする震度6強の地震が発生し、2階で出火したという想定で行われ、球団職員や消防隊員らおよそ140人が参加しました。ではこれから避難開始しますので、焦らずゆっくりと私についてきてください。それでは避難開始します。球団職員が来場者の避難誘導を行った後、到着した消防隊がはしご車を使って3階に取り残された人を救助し、放水するまでの手順を確認しました。また銀次さんは訓練用の消火器を使って初期消火を学びました。いつ何が起こるか分からない状況の中で、しっかり職員の皆さんがどこに行ったらいいのかっていうのをちゃんと把握できるように、自分がやっぱり知らないといけないので、自分もそれが知れてすごく良かったと思います。楽天イーグルスは楽天モバイルパークで今月29日に開幕を迎えます。